ロードサイド店舗。ロードサイド店舗とは、幹線道路など、通行量の多い道路の沿線において、自家用車、オートバイ、原動機付自転車、自転車でのアクセスが主たる、集客方法である店舗のと、特に都市郊外の主要幹線道路沿いに立地するものを指す場合が多い。ロードサイドとは、沿道のこと。自家用車を、主な交通手段とし、車道を、 アクセス動線として店舗に付帯する大規模な駐車場を集客装置とする商店形態をとっている。また、鉄道駅から無料の送迎バスを運行している商業施設もある。営業時間は深夜もしくは24時間営業する店舗もあり、業態についてはコンビニエンスストア、ラーメン店から大型複合ショッピングモールまで多岐にわたる。 ロードサイド店舗の名付け親は、千代田の社長であった、船橋正夫とされる。船橋が日本経済新聞社からインタビューを受けた際、記者から千代田の郊外店はというように、郊外という言葉何度も聞かされた。それに対して、船橋は、郊外というのは周りに何もないようなところを言うのではないか、私たちが出店しているのは人口急増地帯だと答えた。記者が、では、 何と言えばいいのかと問ったところ、船橋は、ロードサイドとでも言えばいいんじゃないのと何気なく答えた。これを記者が気に、入り、ロードサイドショップという言葉で行こうということになった。ロードサイド店舗は、都市部の商店街、アーケードなどと比較して地価が安いため、床面積を広く取ることができ、通常の店舗では販売されていない大型商品も取り揃えることができるなど、品揃えも充実している。 このため、バイパス道路沿いなどに、全国展開している店舗、フランチャイズ店舗などが連なり集客力を高めている。1960年代後半、高度経済成長とともに、自家用車を所有する家庭が増え、モータリゼーションが発達した。生活圏の範囲が広がったことにより、郊外では、ガソリンスタンドやスーパーマーケット、都市部では、ドライブインやモーテル、24時間経営の、 自動販売機を集めたオートレストラン、オートスナック、またはコインスナックといった商業施設が現れ始めた。1969年、昭和44年に日本初の郊外型ショッピングセンターである玉川高島屋ショッピングセンターが二子玉川にオープン。しかし、開店当初は客寄せに苦労したと言われている。 1970年代になると、無料駐車場を完備したファミリーレストランやホームセンターが出店し始め、ファミリーレストランのスカイラークが1970年、昭和45年に東京都府中市に、ホームセンターのドイトが1972年、昭和47年に埼玉県与野市、現在の埼玉市中央区に初出店している。その後、洋服の青山、 青山商事が1974年、昭和49年に、広島県東広島市に、東京靴流通センター、千代田が1977年、昭和52年に、埼玉県入間郡鶴ヶ島町、現在の鶴ヶ島市に初出店した。これらの店舗は、当時、大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律、 大規模小売り店舗法が施行されていたため、店舗面積を500メートル未満に抑えたスタイルで出店を進めていった。1980年代になると、特に地方においては一人一台自動車を保有するようになってきた。また、中心市街地を回避するバイパス道路完成とともに、道路沿線に比較的大規模な土地が供給され、カー用品、タイヤ専門店、 自動車ディーラーなども出店し始めた。1990年代に入ってバブル崩壊指地下が下落し始めると郊外にはさらに多様な業種が参入しコンビニエンスストアやレンタルビデオ店、量販店や家具店、ホームセンターなどが出店構成に出た。2000年代になると大規模小売店ポリッジ法が施行されたことによりアウトレットモール、家電量販店、 総合スーパーの郊外化が急速に進んだ。数百台から数千台規模の駐車場があり、映画館、シネマコンプレックスや遊戯場などを兼ね備えた複合商業施設も誕生した。しかし、2010年代以降は居住機能の都心回帰や若者の車離れに起因する運転免許、保有者数の減少、高齢化の進行などによって、 従来の車保有前提のライフスタイルに変化が生じつつあることなどか、郊外店舗は集客力や従業員確保の面で苦境に立たされている。関東地方は群馬県では比較的早い時期からモータリゼーションが発達しており、1966年の高崎前橋バイパス開通に伴い、1967年には沿線に 高崎卸商業団地が造成され、多種多様なロードサイド型店舗の立地が進んだ。北関東地域では、高崎市の高崎市道高崎環状線、栃木県宇都宮市の宇都宮環状道路西、北西区間、茨城県水戸市の国道5 5号水戸バイパスの各沿線に多く見られ、南関東地域では、千葉県印西市の国道464号沿線、千葉ニュータウンや千葉県から、 神奈川県にかけての国道16号沿線も、ロードサイド店舗が多く見受けられる。また、神奈川県内の国道246号沿線、東京、横浜バイパス、大和厚木バイパスや埼玉県埼玉市から、戸田市にかけての国道17号新大宮バイパスや、同県草加市から、越谷市にかけての国道4号、草加バイパス沿線にも多い。北陸地方では、 新潟県上越市の北陸自動車道、上越 IC 付近、石川県金沢市の国道8号、金沢バイパス沿線などで、ロードサイド店舗が発達している。沖縄県では、国道58号沿いにロードサイド店舗がある。これは、駅前商店街の概念がなく、密集する商店街の発展が見込めなかったことや、旧市街地が戦後アメリカ軍に接収されたことなどが、 考えられる。都市圏人口が少ない地域、県庁所在地から離れた地域の場合でも、利便性に優れているなどの場合は10万人未満の地方でもある程度の店舗密集地になっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。